まいりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気ですか。私たち元気です。元気です。さあお二人、はい、世代交代といえば。世代交代はもう運動選手の世界ではもうスポーツの世界ではもうかなりありますね。そうですよね。はい、私も世代交代でクッとなりましたね。クッとなっちゃったんですね。あやのちゃんは世代交代。私の中では全然ないんですけど、うん、なんかお世話になった歯ブラシの世代交代ぐらいです。そこ持ってくんの。 お疲れ様でした。それ交換かも。確かにあれこういうのが弾けてくるもんな。そうですね。あ、そうかそうか。それしかないです。すみません。なるほど。そこで今回、はい、まずご紹介するのは中小企業の事業承継サポートとコンサルティングを行っています、こちらの企業様です。これまで事業を経営する中小企業にとってある悩みの種が存在してきた。それは世代交代という大きな節目に発生するさまざまな手続きである。新たなバトンを受け取った経営者に大きくのしかかる税金の負担、企業が持つ価値を継承することで失ってしまう経営の安定、そんな悩みに信頼できるパートナーとして立ち上がり、クライアントを明るい未来へと導く男たちがここにいる。島津会計税理士法人代表社員島津文博、東京事務所長公認会計士税理士岸田康夫。昭和39年群馬県高崎市で開業した島津会計税理士法人では、専門的な知識を持ったスペシャリストを携え独自のワンストップサービスを実現。今年施行された経営承継円滑化法のもと、相談しやすく安心して任せられるビジネスを展開し、中小企業の次の世代へバトンをつなぎ続けている。今回は島津文博、岸田康夫をスタジオに招き詳しく話を聞いた。具体的に事業承継サポートというものはどういったものになるんですか。はい、あの事業承継といいますのは、これは会社の経営者の交代という、はい、そういうあのイベントになるんですけれども、はい、あの昨今ですね、会社の経営者、社長様の年齢が非常に高齢化してましてですね、あのだんだんこう引退される方が増えてきていると。あのうまく次の若い社長に交代できればいいんですけれども、交代できずに廃業される会社が意外に増えてまして、結果として日本の企業の数がですね、今ものすごい勢いで減ってるんですね。このですね、社長交代のイベントをうまくサポートするっていうのが我々専門家の仕事になってくるんですけども、2つポイントがありまして、その会社のですね、社長の交代というのはですね、会社をこう率いていくあの社長という、まあ、リーダーのですね、はい、交代という、そういうイベントもあってですね、うん、次にじゃあ会社を率いていけるような、そういった新しいリーダーを、育てると、はい、それからその新しいリーダーにですね、社長の権限を移していくっていう、そういうイベントが、これがまあ重要なんですけれども、実はもう一つイベントがありまして、それはですね、その会社の社長がなぜ一番偉いのかっていうのはですね、会社のオーナーだからなんですね。会社の株式を全部持っているオーナーっていう、そういう権力がありますので、その会社の株式を次の若い社長に渡してあげると、そういうイベントがあるんですけれども、次お前社長だからこの株をお前にやるよという簡単なことではなくですね、実はこれは大変なことなんですね。これ会社の株っていうのは、これは財産としての価値がありまして、この価値ある財産をですね、別の人に渡すということは、ものすごい金額の税金がかかるんですね。あで、そうか、そうですね。じゃあお前明日から社長だからこの株をお前にやるよと言ったらですね、ものすごい税金取られますので、うん、そこを何とかしてあげようっていうのが我々専門家の、あのアドバイスになるんですね。そもそも一番最初にその事業承継サポートというものをしたのはいつ頃なんですか。はい、本格的に、はい、あのこの事業をですね、はい、あの会社として取り組んでいこうと思ったのは3年ほど前からでございまして。そうなんですね。実際私も初めて3年間経ってですね、はい、うん、あのその3年間の間にも、はい、その日本の社長様の平均年齢もだんだん上がっている状況でして、
どんどん高齢化が進んでますので、ますますニーズが増えてきてるんじゃないかなというふうには感じております。90年代以降、中小企業における廃業率は開業率を大きく上回る事態となっていた。そんな中で島津が取り組む事業承継についてさらに詳しく話を聞いた。事業承継のサポートっていうものの中身についてってお聞かせいただいてもいいですか。はい、社長の交代とそれから会社の支配権、つまり株を持っていると、株を持っていること、このですね、2つをですねサポートしていくと、はい、まず1つこの社長の交代というのはですね、後継者の育成であったりとか、はい、あるいは社長が持っている目に見えないですね、経営資源、例えばずっと経営してきているわけですから、長年のお客様との人間関係、それからですね、目に見えない技術、それから営業ノウハウなんか、こういった目に見えないものをですね、うまく引き出してあげて、次の新しい社長にこう伝えてあげるという、この経営サポートの面ですね。でもう一つ、株の証券に関してはですね、これは株式お前にあげるよと言いますとですね、いい会社であれば非常に株価が高い、これをタダで上げるっていうとですね、これは大変なことでして、そこそこ歴史があってですね、まあ規模が大きな会社になってきますと、株価が1億円2億円、下手すら10億20億という、そんな会社もあるんですね。でその10億円の株をですね、息子がじゃあね、親父の会社継ごうということで、お父さんはじゃあ息子ですからね、別にタダで上げてもいいと思うんですけれども、でも10億の株をタダで上げるとですね、これ贈与税っていう税金がかかってました。これがすごい大きな金額なんですね。この税金をいかに減らすか、ここがポイントになります。まあ、そんな中でもちょっとなんか力を入れてらっしゃることってございます？はい、株式を渡す際に税金がたくさんかかるから、いやそんな税金かかるんだったらちょっと後回しにしたいよということで躊躇してしまう方が多いですので、であればですね、もう税金払わなくていいから、もう早く株渡して社長は引退しなさいという、そういう制度があるんですね。これが中小企業経営承継円滑化法という法律に基づく納税猶予制度っていうのがありまして、税金を最大8割ですね、払わなくていいから、もう早く引退して株を渡せ、こういう制度。早くっていうのは年も決まってるんですか？それまだ全然あれですか？そこの枠っていうのは決まってるものなのかな、何十歳からとか、はい、あ、それ決まってはいないです。どういったケースが多いんですか？はい、これはですね、はい、株価が高くなってしまって、それに伴う税金の負担が重いと、ね、なかなか株を手放そうとしない、社長を降りないという方に適用する制度でございまして、はい、ざっくり申し上げますと、株価が1億円を超えてくるとですね、なかなかこう株価を下げるという、まあ、税理士のテクニックもありますけども、それは効いてこないので、そういった方に使っていただきたい制度になってます。まあ、条件にやっぱりその限るということなんですかね。はい、中小企業にしか適用できない、つまり大企業ですとかですね、上場企業には適用できないんですけれども、やはり政府としては中小企業をですね守っていきたいと、なるべく廃業を減らして存続をしてほしいという、そういうですね、制度趣旨がありますので。これそうだよな、大企業の陰には中小企業ありだもん ね。中小企業なかったらどうにもなんないわけですよね。上の大企業もね、はい、国もやっと動き始めたっていう、そうですね。中小企業さん その M&A っていうのはあったりするんですか？はい、先ほどのまあ事業承継が、はい、まあ、万が一うまくいかない、例えばお子さんが女の子さんばっかりだとか、あるいは息子さんがいたとしても逆に優秀でですね、もっと大きな企業に勤めてしまって戻ってこないっていうケースもあるんですね。で逆に親とすれば中小企業の経営大変ながら、息子にはこんな思いさせたくないよっていう、そういった親も出てくるんですよ。特にまあその親御さんが苦労した分、やっぱりその大学のぐらいの時から大手に行きなさい、大手に行きなさいみたいな感じで、結果戻ってこないと、結果戻ってこない、あるいは戻ってこない方がいいよという形の中、じゃあその株価、高くなった株価を承継できる人というのは、はい、やはり大手の企業であったりだとか、大資本を持った方がその経験を引き継ぐことができるということが M&A なんですね。でその M&A のまあ紹介であったり、
あるいは銀行等々がですねご紹介していただいた M&A 案件に関して我々がまあサポートコンサルをしていくっていうことをですね事業承継の一つの方法としてまあ M&A も選択の一つに入るんだよということをですね今情報発信をしているところなんです。実際そのような相談って受けられたことは、はいはい、ちょうど私が10年前なんですけど今日偶然ちょっとポケットの中にあったんですけどこのプラスチックのカード、はい、これをですね作る工場をですね、はい、これを全く印刷に関係ないうちのお客様が全部引き継いでプラスチックカードの工場ができるようになっちゃったっていう案件に携わって今こういうどんなカードでもできちゃうなんていうそんな仕事で大成功されている方がいらっしゃいますね。なるほど、まあ、たまたま相談にいらして、はい、たまたま私のカバンにこういう会社が今プラスチックカード売りますって会社がありますよって言ったら、はい、全く関係ないお仕事をされてたんですけどもぜひ関心があるということで引き継がれたんですね。まあ、なんかそれも出会いですよね。出会いですね、はい、そういう案件を誰したらそうなるんだ、ね、はいはい、どこに、ね、どんなチャンスがあるかわからないもんですね。そうか、ちょっとなんかお伺いしたんですけどそれ以外にもなんか今セミナーとかをやってらっしゃるという、はい、今中小企業基盤整備機構という政府の、はい仕事でですね、はい、全国で今事業承継セミナーというそういうあのキャンペーンをやってます、はい、そこの講師としまして今東北地方から九州までですね数箇所であの事業承継はこうやってやるんですよっていうそういったセミナーの講師をさせていただいてますし、まあ、それ以外にもですねまあ、金融機関の方々それからセミナー会社の方々からですねやはりこの事業承継の、あのニーズが非常に高いということでですね、あのこうセミナーを開催されるにあたりまして講師として呼んでいただく機会が非常に増えております。まあ、年間100セミナーぐらいですねあの講師としてさせていただいてまして昨日も和歌山に行ってたんですけれども、はい、そんな感じで今呼ばれる機会が非常に増えてきてますね、はい、やっぱりそうなんだよみんな理解されてるんだやっぱり ねそれが必要とされてるんだよ ね今やんなきゃダメだとか、まあ、そうですよね時代なんだよなやっぱりな。そうですね本当に、さらにまあこの本も載せてくれてますけども出版されてるということで先生の対策そうですねこれは全て岸田さんのあ、なんですね、はい、本業は現在税理士ですので、はいまあ、事業承継っていうのは、はい、その仕事の中の一部なんですけれども、うん結局この事業承継って言いますのは個人の方が築き上げてきた財産をいかに次の世代に継いでいくのかというそういった話になります。で、まあ、事業承継は会社の経営者の方の個人財産を継いでいくという話でそれ以外にも実は会社経営してない方のですね例えば地主さんがですね、賃貸アパート経営をしていると、まあ、そういった方々の財産を継いでいくという話もありますのでそういったところを私が専門分野にしておりますので、うん、数多くのそういった事例を踏まえてですね、うん、今書籍を出版させていただいております。まあ、本当いろんな方に、ね、こう事業承継を、ね、教えていっていらっしゃいますが、うん、今後の展開というのはどうお考えですか。はい、今後ですね、まあ、この事業承継が必要であることは間違いないというふうに思うんですがやはりもう現場の仕事が忙しいですね毎日の日常業務で忙しい社長様にとってはですねなかなかこうゆっくり事業承継を考える時間ないという状況ですのでこちら側が専門家の側から積極的にこうご提案を申し上げてですね事業承継を考えていくべきじゃないんですかという話をさせていただきたいというふうに思っているんですね。特にですねこの事業承継のこの中小企業経営承継円滑化法の納税優遇制度に関してはこれ8割税金安くなりますから我々税理士から見ますとですねこれ8割税金安くなる究極の節税策なんですね。すごいですよね、聞いたことないですね8割もね、これですね知らない方が非常に多いんですね、というところありますから我々が、まあ、そのあたりのですね先駆者として、まあ、知ってもらうようにですね、話を広めていきたいなというふうに考えております。次世代の架け橋として中小企業の大きな味方となる島津文博、そんな男が心に刻む格言とは。それでは最後
島津さんに格言をお伺いしたいと思います。はい、手前どもの事務所のですね、はい、目標にもなってるんですけども、自利利他、自分の利益、他人の利益、これはどういう意味かというとですね、お客様の利益を優先して考えていきましょうと、我々はお客様のための利益を追求をしていきましょうと、そうすると自然と我々にもですね、少しばかり利益が来るんじゃないかなという、まあ世のため人のために徹底していこうということをモットーに行動しております。いやー、我々もそういうふうに行きたいんですけど ね、なかなかもう自分のことばっかり求めてね、いけませんね、いっぱいいっぱいになってしまいますが、ただもう、はい、このシステムというかこの組織でね、本当に中小企業を元気にしていただいて、日本を元気にしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。インターネットに携帯電話、近年では SNS といったコミュニケーションツールの台頭により、私たちの生活は日々変化し続けている。しかし次々と生まれる利便性の先には、人と人とのつながりやそこから生まれるコミュニケーションなど、本来社会で必要とされる実体験の場が徐々に失われていく現実も存在していた。自らの言葉で相手に伝える、その第一歩をサポートするため、多くのお客様と向き合う女性がここにいる。株式会社トークナビ代表取締役戸井田香織。2015年にスタートを切った株式会社トークナビでは、言葉で伝えるプロたちのもと、コミュニケーション能力の向上やプレゼン研修といったさまざまな事業を展開。自分を変えることができる一つの武器、その言葉が持つ素晴らしさを伝え続けている。今回は戸井田香織をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。起業のきっかけって何だったんですか？きっかけですか、はい、もともと私が話すことが大の苦手で、はい、もう人と会うのも嫌だなっていうぐらい、こう人前で話すのが苦手だったんですね。それでこう話し方教室っていうのを16歳の時に通ったら、はい、あ、発声練習とかこう何かを伝えることってこんなに楽しいんだっていうのを気づいて、そこからこうアナウンサーっていう道を目指すようになったんです、はい、それでこう話すことって日本人なのでそんなに勉強する機会はないかと思うんですが、もっともっと上達するためにこう実は簡単な練習法があって、それをもっといろんな人に伝えたいなと思って起業しました。やっぱそういうきっかけがあったりするとやっぱりできるようになるのかな、ね、そうですよね。よくほら写真にも撮られたくないとか、はい、まあね、人前は人見知りでダメだとかって、はい、いますもんね、いっぱいね、いますよね。私も過去に自分がそうだったので、はい、あ、そうか、そう、話すことが楽しいんだよってことを世の中に広めたいなと思って、はい、アナウンサーだけをこう集めて今のサービスをしている状態です。どのような方が利用されてます今？多いのはやはり経営者の方ですね、はい、経営者が人を引っ張っていく立場の方々、そういう方にとって言葉っていうのはものすごく武器になっていて、はい、その声で人をコントロールすることもできますし、夢に向かってみんなをこうまとめることもできるので、はい、本当にまあ企業の社長さんとかって今ね、やっぱりその新卒のね、はい、新入社員の方に大勢の前で話さなきゃいけなかったりだとか、まあ、その会議とかだったりとか ね、はい、ね、ありますもんね。本当ね、これね、僕のあれで申し訳ないんだけど、監督さんでその言葉をなかなか増えてない人がいるわけですよ、うん、で
監督がそういう風になっちゃうと、はい、チームってうまくいかないんですよ。もう戦術なんか、戦う戦術なんか適当でいいっていうわけじゃないですよ。でも、その肝を喋りで握れる人はやっぱすごい監督になりますよ。しかし、事業をスタートした当初は厳しい現実に直面したという。あの受講生、話し方を習いたい受講生が2人だったんですよ。あ、どうしよう、2人しか受講生、生徒がいないってなったところからスタートだったので、当初は集客の苦労も味わいました。大変だと思うな。起業のきっかけも、まあ先ほどお伺いしましたけど、いつ頃起業されたんですか？2015年の9月、3月です。あ、まあ、ちょうどだ、つい最近なんですね。あ、2年目か、はい。あの事業内容とかっていうのは主に、まあ、具体的にというか、どんな感じなんですか？はい、の3種類あります。はい、1つ目に企業の研修で、こう企業様にお邪魔して、はい、春ですとビジネスマナー研修、よく新入社員の方が受けますね。春です。春にはあの名刺交換の仕方から、春ですと、そうそう、春ですと、春ですと、春ですとって一つの何か形なのかな。春だとそうですよね。はい、そうですね。はい、そこからどんどん変わっていって、あのプレゼンテーション研修っていうのが非常に多くやっている事業になります。でその他が経営者限定のマンツーマンのトレーニングです。こう話す練習って、こう経営者の方だと話し方教室に行く時間もなければ、こう移動して、あとこう毎週水曜日とか予約していくのも大変なので、もうこちらがオフィスにお伺いして、もう90分だけくださいと。でそこでレッスンをするっていうのをしています。1対1なので、もうぐっと一気にポイントが分かって身についていくというものです。実際授業としては90分ぐらいなんですか？そうですね、今の経営者のものは90分、企業の研修は3時間あります。はい、種類によって、あと企業様によっても変わっていきますね。そうなんですね。それはもう自己流の自己流じゃない、豊田さんがこう編み出した形もあるわけですね。こういう、もう全て編み出しました。そういうことですよね。はい、そのメソッドがね、大変なわけだから。いや、大変でした。本当に立ち上げ当初は、あのアナウンサーという職業をずっと20代でしてきたので、受け入れてニュース原稿を伝えるとか、番組の形があって、そこで進行、今されてるみたいに進行するっていう、割と受け身の仕事をしてたんですね。会社を起こしてからは全て自分で作り出して、こう人を集めて、でそして人を動かしてっていうことに変わったので、もう大変でしたね。真逆ですもんね。真逆のことで、分からないことだらけでした。アナウンサーだって、でもそれを全部受け入れられるっていうのはすごいですよね。いや、受け入れられないです。受け入れられないですよね。はい、僕らはサッカーのことで恐縮なんだけども、喋りたいことが何も伝えられないんですよ、テレビ局によっては。それなんでかさ、全部言葉を変えられるから、その言葉は通じない、専門用語ダメ、これも専門用語ダメって変えていかれると、逆に格闘するんですよ僕らね。わ、これだけは言わせてくんないかって、そうしないともう解説者として成り立たないっていうようなことにもなってくるんですよ。葛藤ですね。葛藤なんですよ。でも今受け入れると、今度全部受け入れるって逆の立場になったら、いやそれは難しいだろうなっていうね。もう人を集客する方法も何も知らなかったので、どうやったらこう人が集まるのかなレベルのところから。集客が一番大変ですもんね。ここで授業内容にも取り入れられているある体操を実際にスタジオで体験させてもらうことに。笑顔の1分でできる簡単な練習法を一緒にやっていきましょうか。はい、あの口は、うとイの形をします。はい、うは思い切り口をすぼめて、イはあの口角、口の両端、口角を目にこう上げるような、実際は目にこう上がるなんて無理なんですけど、気持ちをこう上にイーっていうのを思い切り引っ張って、ういうい、ういっていう、ういうい、ういうい、番組スタッフもみんなでやってるやん。でも今このテレビ見てる方もね、ぜひ一緒にやってみてください。この時ポイントは、ういういって口をそれほど動かさなくてもういういって言えてしまうんですが、わざと大きくういういういと顔が、さすがに動いてるよね先生ね。うい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 、どういう番組だ。ういうい番組になる。はい、これをですね、ういう
体操といいまして、テレビを見ながらでもいいですし、お風呂に入りながらでもいいです。1分間頑張ってういういと続けてみてください。これだけでだいぶ顔にはたくさんの筋肉がありまして、それを鍛える方法の一つです。それ以外にもあのキッズアナウンサーの体験っていう教室っていうのも、あ、いいところ聞いてくださいました、はい、キッズアナウンサーそうなんです。話すことって身につけるのが早ければ早いほど自信になるんですよね。こう小さいうちに発表ができる子どもって結構自分の発言を言える人って次から次へと行動を起こしやすいという結果が出ているんです。そのためこう小さい時に話す自信がつけば、将来プレゼンをする機会とか商談をする機会も役立ちますし、必ず受験で面接のあったり、はい、そういう時にも自分は話せるっていう自信があるともう堂々としていられるので。そうですね、小さい頃からそういうことを身につけたらね、本当に自信だったりとか、まあ、何か意見を言うときにはっきり物事を、ね、言えるお子さんができるということですよね、うん、伝えられるっていう ね大事なことですよね。今でも結構必要ですよね、うん、それがね、本当そうですね。あんまりこう自分のほら、うん、スマホだけで自分と会話してるみたいなさ、ねね、人とはなかなか話ができないっていう方も ね、はい、小学生なんかも多いですもんね、うん、自分を表現する言葉を武器に多くのお客様と共に歩み続ける戸井田香織。そんな彼女が見据える今後の展望とは。今後はスピーチトレーナーという、 こう話す力を向上させる人を増やして、世の中にたくさんのこう話すことが好きだっていう人を増やそうとしています。始めた頃生徒2人ってちょっと今日お話ししたんですけど、はい、今たったこの切り替えて1年ぐらいの間でもう1000人になるところなんです。そうですか、はい、口コミでバッと一気に広がったんです。でそれをですね、今度はそこの場所に来なくても自宅にいても学べるようにオンラインでの教室というのを開講します。それによって全国どこにいても話し方っていうのを現役のアナウンサーから学べるという環境を作ろうとしています。今後ぜひ頑張ってください、はい、よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。もしも人生の富の法則があるとしたら、人に優しくすることを一番のルールに挙げたいと思います。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、ゆで卵は優しく割りなさい、人生がうまくいく優しさの法則。この本を書いたのは株式会社新生堂ホールディングスの新関和成さん。人に優しくできる人、できない人はどこが違うのか、優しさこそがあなたの人生とビジネスを変えてくれる、そんなことを教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。